トロッコ列車は、車体の上半分が外気に解放された車両に旅客が乗車することができる観光列車の通称である。なお、トロッコとは、土砂や鉱石を運搬するための簡易な貨車のことである。スイスのレーティッシュ鉄道のベルニナ線で1926年から、無害車を改造した車両を使用したトロッコ列車が運行されている。日本では1984年に、 日本国有鉄道が四国の淀線で無害貨車に簡易な屋根と座席を設置した車両を定期列車に並結しトロッコ整流四万と号として運行したのが始まりで以降こうした列車が各地で運転されるようになるにつれそれ以前から運転されていた黒部峡国鉄道などの類似例も含めてトロッコ列車という故障が一般的になっていった当初は ほとんどが貨車であったが、貨車であるという性格上、乗り心地や運用面に問題があり、1990年代以降では、客車や機動車も見られる。また、運転上の要請から、客車に設置した運転台から機関車を遠隔制御が可能な機能を備えたものがある。台湾では、台湾東洋鉄道が、佐藤機ビ輸送用の貨車を改造した車両を、 蒸気機関車やディーゼル機関車で牽引している。瀬戸大橋トロッコ車内トロッコ列車の特色は乗客が外気に直接触れることができることにあり、一般に風景が美しい自然豊かな鉄道路線で運行され、ローカル線への集客の目玉として定期的に運転される例も多い。風景を楽しむという意味では講義の展望車の一種と見ることができるが、 トロッコ列車は貨車を起源としており、旅客用車両の改造車であっても、あえて内装材を取り払ったり、座席を簡易なベンチ風にして、貨車的な雰囲気を演出している例が多い。そのため、1950年代まで、東海道本線などで運行されていた、特別急行列車に連結される展望車とは、全く系譜をことにする存在である。一般に、 景色の良い路線の観光シーズンや休日に運行されている。設備の制約上あまり高速では走らせていない。概要にあるように新規に製作された車両は少なく、ほとんどが改造車である。また、牽引車、機関車についても、好転時や乗客の安全確保対策のために自社を控え車としたり、別に控え車を連結していることが多い。 運営事業者ごとに記載する。北海道旅客鉄道釧路湿原の六甲号フラの BA の六甲号東日本、旅客鉄道ビューコスターフーコ、西日本旅客鉄道奥泉オロチ号四国、旅客鉄道四万トロッコアイのシと六甲瀬戸大橋、アンパンマントロッコアイ鉄道 a t 3 5 0系渡らせ、渓谷鉄道トロッコ渡らせ渓谷号トロッコは C、g 小港鉄道里山トロッコ黒部、京谷鉄道本線の列車佐賀の観光鉄道、SK300 系客車、平成地区法鉄道塩風号南阿蘇、鉄道湯杉号東海旅客鉄道大波府17型、九州旅客鉄道トロ九朝市電気鉄道湯101、大井川鉄道区波861系、天竜浜名湖鉄道長良川、鉄道島原鉄道ラ700系、 高千穂鉄道稽古当省のディーゼル機関車と客車アルブラ線で運行されているトロッコ車用。ありがとうございます。